ライジンフェザー級大激動、新王者誕生、ここから新たな物語が始まる。ライジン44、柔術界の鬼人、王座奪還に向け歩き出す。けどもうベッドもらって、でも自分でも一番の強い私よ。ナンバー2が今金原。デビュー20年目のベテラン金原が身体をかけ鬼人狩りへ。この階級で比べると寝技で勝負できるのは自分しかいないと思ってるから、そうじゃ俺の勝ちです。クレベル小池 VS 金原正則、バカストイックマン連敗脱出を目指し、アンダーグラウンドエンペラーと激突。生き残りをかけ牛久潤太郎 VS 萩原恭平、寝技マエストロ対決、真島 VS 横山、野生の遺伝子 VS 浪速のトリックスター、裸の大砲ライト級転向、初戦で北米の強豪と激突。スパイク・カーライル VS 堀江由伸、ファンクラス王者 VS シュートの申し子、松戸の不死鳥ウズベキスタンの剛腕、覚醒した最強 DeNA フライ級国内トップと対戦。福田竜也 VS 山本アーセン、シビサイライジン3連勝なるか。日本ヘビー級のエース須田竜 VS 北米の KO マシントッド・ダフィー、お騒がせデモリッションマンか、聖なる破壊者か。キックボクシングマッチ、アンポルキア VS 宇佐美翔パトリック、9月24日埼玉スーパーアリーナ、新たな物語はここから始まる。